I'm back. Let's get this back. I hope you please hit that like. It would help me immeasurably. And also, I would like you to subscribe. You don't have to. It's your choice. But it would help me a lot. And I thank every one of you who watch my videos. Because you are helping me bring me one step closer to where I want to be. でクリンが投げてると無援護なんだな。それ前の球団からだそうで、ジンクスでセカンドとか時々目も当てられないエラーするね。Yeah, it's true.それでは、来週に始まります川上市名物スタンプラリーについて。あ、そういえばこれ試験明けにやるね。川上の名所をめぐってスタンプをしていくやつだろ。試験明けにやるのか、面白そうじゃないか。でも参加人数多い上に商品とかないしね。いや、市長さんですね。川上市長直々に新ルールの追加について説明があります。川上市民の皆さん、いつも納税ありがとう。このスタンプラリーも市の名物にしたくてね。みんなにぜひ参加してもらうために今年から上位20位以内には景品を用意することにした。ああ、そういえばこの噂どっかで聞いたな。何がもらえるんだろうね。ここに飾ってあるのはその景品の一部です。お、これはいいものなのか。これは SPS のゲームですね。横島屋の商品券、これが4位ですね。商品券あたりなら結構嬉しいですよね。これで4位は、あの飾ってある色紙、もしかして。商品券の次は旅行券ですね。箱根の。なんだかキャップが当てたのと同じタイプな予感。これはいいですね。私も疲れを癒したいです。で、さっきからすっごく気になってるんですが、このひときわ高い位置に飾ってあるサイン色紙は、今回の目玉がこの景品だな。実は私の親戚に漫画を描いている者がいてね、町おこしに協力してほしいと頼んだらサインを書いてくれたよ。なんと、私も興奮してまいりましたが、世界的漫画「スペースコラブ」の作者つつじさんのサイン色紙です。誰も多摩の自然で育った男だ。川上に思い入れがあるんだろうな。こいつはすごいもんが出てきたぞ。まさにお宝だね。これは参加者多そうだな。私もちょっと考えちゃうね。現金だな。が面白そうだ。自分も出てみるか。いやー、この色紙はすんごい価値がありますね、市長。ああ、アルティミットレアなサイン色紙。牧場の結果を出したものにふさわしいだろう。スタンプラリーのルールは？スタンプラリーは何で移動しても自由だが、エンジンがあるものは禁止とする。
つまりバイクはダメで自転車はOK。車やヘリ、飛行機などもダメ。車やバイクで事故られたら大変だからな。だがローラースケートやスケボーならOK と。その通り。以上が大原則だな。それと敵走者に対しての直接攻撃は禁止。間接攻撃はいいってことだな。えぐいぜ。また今回は6つのチェックポイントを設けているが、それらはどこになるか秘密だ。それもラリーを面白くしそうですね。これについてはラリーその場で公開する。近道を知っている地元愛が強い者が有利な仕組みだ。以上、川上スタンプラリー特集でした。お、ヤマトがやる気満々だ。はい、何でしょうかヤマトさん。自分も出てみるか。負けないぞ。うむ、私はどうしようかな。さて、俺はバイトの夜勤行ってくるぞ。あ、またスタンプラリーのニュースか。うん、今回の目玉がこの景品だな。うん、なんだ、さっきと同じ VTR じゃねえか。そこまで欲しいのか、ツツジのサインが。特上の結果を出したものにふさわしいだろう。旅行楽しかったぜ。お前な、明日から試験だぞ俺たちは。ヤマト、まったくお前、普段から少しでいいからやれよ。夜勤だっつーの。俺はどうせ平均点だしな。直江、教えてやってくれ。行かないと。お前勉強した？やべえよ、俺全然やってねえよ。俺なんか筋肉痛だぜ。それ運動会の言い訳じゃない？よく寝た。旅疲れも治ったな。
問い4の B は絵か。あそこは「う」だよ。絵は引っ掛け。また引っ掛けられた。なんだか引っ掛け問題とか意地悪だな。そんな疲れたお前たちに朗報だ、モモ先輩。みんな、私から一つ提案があるんだ。8月に全員で旅行に行かないか。場所は沖縄。沖縄、シーサーとかいるところですね。それは面白そうだな。また旅行か。浮かれるのはまだ早いぞ。海パンどこにしまったっけな。みんなで遊ぶだけだ。パーッと行くぞ。川上院で鍛えていた男が一人、故郷の沖縄でペンションを継ぐことになってな。いつでも遊びに来てくださいとのことだ。つまり突っ込んだ話、お金も結構楽かな。宿泊代や食費はな。交通費や雑費は自分持ちだが。うん、それなら僕も行ける。遅い時期に行くと台風食らうからな。8月5日から予定しているんだ。つうわけだ、きっちり開けておけよ。質問は？はい、沖縄といっても広いけど。うん、私だらけなんだ。山と言ったら神になれるじゃん。神様からの小種争奪戦が生産に幕を開ける。枯れ死にそうだな。離島はあって、彼岸島ってところに行くぞ。俺様の丸太が火を吹く時が来たようだ。あ、間違った、久米島だ。久米島か、車エビが名物だっけ。果ての浜ってあるだろ、あそこで遊ぶぞ。海きれいだね。バイトしてお金貯めないと。ハブ対マングースは抑えたいね。やべえ、楽しみすぎて我慢できねえ。一回現地を見てくるぜ。確か箱根旅行もこらえきれずに前日行ってた気が。相変わらずの行動力だな。名古屋ドアラズよ。なんだか大変なところに来てしまったような。かっ飛ばせ金じゃ。ホームラン金じゃ。すごい声援だな。かっ飛ばせ声小せえ。ゴールそうよ。これ、まゆっちも上げてけ。さて、店じまいと。今日の売れ行きの低さは、泣ける。地域の活性化を願うばかりだぜ、バカロ。とりあえずは、明日のスタンプラリーだ。なんだ、いきなり脅かすな、バキ野郎。なんだか
嫌な予感がしてきたぞ。I wonder what's going to happen. 勝ってよかったですね。うん、最高だったね。でもごめんね、また暑くなっちゃって。 Oh my god, they're crazy. 初めての人にズバズバ言うから。いいんです、いいんです、楽しかったですよ。 Oh man. 本当に無理してない？なんで無理するんですか？それより私は今日須藤さんのピッチングに感動しました。まるで46歳ですか。頼れるおじさんってあだ名がついてるんだよ。渋いですね、ファンになりそうです。本当に楽しんでくれててよかった。私これで友達なくしたことあってね。野球でですか？うん。Whoa, it's terrible pastime. ちょっとトラウマだったけど、よかった。大和田さん、イオちゃん。え？私のあだ名なの。ま、マユッチにはこう呼んでほしいな。あ、私のあだ名もごくり。はい。マユッチ。はい。松風。ええ。そうだ、イオちゃん、風鈴市場に行きませんか？あ、タワカメインでやってるやつ？月曜の授業の後にでも。うんうん、いいよ。そうか、明日は川上市のスタンプラリーだもんね。まゆっちも出るんでしょ？はい、登録済みです。頑張ってね。私は走るの苦手だから。必ずやいい結果を残します。ちもカリンと食べる。 She looks like a chipmunk. なんか猫食いというか、ポツポツずっと食べるのが好きなのよね、私。 What's like a chipmunk? いつか太りそうで怖いけど、やめられない。大丈夫ですよ、全然スリム。いや、こういうのは見えないとこからじわりとくるから怖いんだよ。It's true, I think. Not sure. Well, it's just their nature to worry about their bodies. It's natural. すごい参加人数だな。千人。交通規制で道路に車の影がないのはなんだか空いてて気持ちいいが、日射量にかかる人すごく多そうだぞ。わしらが一人残らず面倒見てやるわい。すみませんね、川上のご協力。ああ、もうまさに町おこしには協力せんだな。修行僧を人員整理や審判に借り出すこと、たやすい。これも修行の一環ですから、私も頑張ります。へえ、人員整理か、出たかった。 You have an unfair advantage。 まったくだ、私たちのような花まで裏方とはな。 You're an unfair advantage。 いいなぁ、いいなぁ。最新で頑張ります。はい、色紙は3枚セットだから1枚ずつですね。
日の夜覚えましたから大丈夫です。I'll let you enjoy this. でも、ヤマトさんこれだけ調べたのに、私なんか走るだけでいいのでしょうか？はい、一生懸命頑張ります。ついにオラが駆け抜ける日が来たぜ。それでは行け、アズミよ。このアズミ、必ずや勝ってきます。ハッハッハ、ナオエヤマト、お前もコマを使って参加か。我も指示を出し、駒を動かし、勝利を得る心構えだ。あの色紙を手に入れるために。ツツジさんは頑固な金で動かぬからな。藤川もスペースコラボのファンだ。藤川の名で頼んでももらえなかった色紙。こなたは欲しいものは必ず手に入れる。戦ったら負けぬ勝負じゃ。そんな着物で速く走れるのか。メイドックに言われたくはないわ。というか、こなたはスケボーで行くのじゃ。ヤマト、ゴーラム借りてるよ。自転車が小回り利くか分かりませんよ。やはり己の足を使うのが一番です。それはやってみないとわからない。あれ、クリスさんも出られるんですよね。そういえば姿が見えないね。さあ行くぞ、ハマチドリ。リアル馬を選ぶとは面白いな。他人のふりをしたい。なんかあの馬、イケメンでムカつくぜ。松風は癒し系ですから、元気出して。ヤマト、走らない我らは下がるぞ。色紙を持って帰ってきます、ヤマトさん。どうだ、我のヘリに乗るか。電波は通じるぞ。なに、お前も駒を使い、我も駒を使い、that makes sense. これはいわゆる二人の知力勝負でもあるだろう。Yes.我はトーマには劣るが、他には負けぬ頭脳の持ち主。ヤマトの軍師としての手並みが勝つか。うん、いざ尋常に勝負。我はこういう勝負ごとは常に勝ち続けている。今までもそしてこれからもな。 You're good. We're all right. Plan. さて、まず第一チェックポイントは川上院。さあ、川上院が出ました。結構離れてます。それでは
スタート。Why does this shot go first? 浜地ドル、行け。入ろう。まず大群から飛び出したのは川上学園クリス。さすが馬、すごい加速です。さすがに凛々しいなクリス。だが我のアズミも。この馬の加速についていった者がいる。眉住幸恵、押したりあずみの両者が足で迫る。馬に対して凄まじい追い上げだ。Damn. 負けてはおらんな。さらに我のメイドは頭脳も働くぞ。固まっている今こそ好機。Yes. 速度を落として道路に何か仕掛けた。さあ先頭集団を自転車がパンク。ああ。自転車部隊が次々とパンクしていきます。スパイク。巻き火しようとしたのは選手へのダイレクトアタックではない。有効。これが勝つってことだ、一般庶民ども。やっぱりマスビッシュを巻いておったか、アズミめ。仕掛け見えてた。弓兵は目が命。危ない危ない。武蔵さん、出てたんだ。負けませんよ、シーナ先輩。それでもマキビシ地帯を抜けてくる。川上学園1組、武蔵小杉はローラースケートです。自分が独走か。 What? 後ろいないぞ。 I think he lost. He did get him. 次にまだ疎いクリスは近道を知りません。この間、他の選手たちは近道から川上院へ。No, you cannot win. いい駒だな、ヤマト。完全に最短ルートを行くな。はーい、スタンプ押すよ。もしもし、ヤマトさん。今スタンプ押してもらってます。次のポイントは製鉄工場です。はい。なんか道を詳しく教えないでいいの？アズミ、次の製鉄工場への最短工程を教える。アズミ、次の指示だ。お任せください、秀夫様。次は落とし穴を掘ってった。Please go follow for his good trap. Oh my god. Oh my god. Yamato-san,第5チェックポイント通過です。人聞きの悪いことを言うな。出る杭は打たれるということわざを知らんのか。お前は派手に勝ちすぎている。来るぞ、妨害が。
罠ではない。直接攻撃だろう。牛川心という人間は大きな権力を持っている。このままでは1位を独走され続ける。そろそろ仕掛けよ。他の参加者、なぜチェックポイントに行かず私へ向かって。いたぞ、あれはトップだ。覚悟。うわ、襲ってきた。妨害させてもらうぞ。失格だぞお前たち。資格だけに。あ、いいから聞け。俺たちはアウトになってもいいのさ。元からそれが役目だからな。Yes, whatever. あらかじめ自分の前を行く者を潰す役を雇っていることも考えられる。独走は目がつきやすいのだ、ヤマト。何においてもだ。Yeah. そして出る杭は打たれ、2番目の杭が。Yes, he did. なんだ？ここは俺様たちが引き受けた。お前は先に進め。バイト分はきっちり働く。ありがとうございます。ハンサムラリアットドッカーン。 Oh my god.単純な壁と考えると頑強なもんだな、島津。お、シンプルな命令ほど強いぜ、俺様。なんじゃと？妨害がほとんど失敗じゃと？妨害されないための兵をすでに雇っていたか。ふざけ、勝負はこれからよ。見ろ、止めきれなかったとはいえ2位のアズミたちが追いついてきたぞ。思っていたのだが、眉住幸恵、序盤に張り切りすぎてかけすぎたのだ。力配分を指示しなかったお前が悪いな、ヤマ。注意を捉えたぞ。お、食らいついててよかった。まだまだ優勝の行方は分からないっと。疲れてんな、お先。お先に。飛ばしすぎじゃ。一年坊にペース配分はきついか。スタンプを押してやろう。最終ゴールは川上学園正門だ。道を戻ってまたはしごへか。私も急がないと。現時点で3位か。あ、バイズミさん、今頃来た。優勝争いはあの3人かな。激走して橋まで行き、橋を渡り学校だ、アズミ。アズミを舐めるでないわ。伊達に毎日毎日我の人力車を引いておらんぞ。このままアズミの逃げ切りだ。
rickshaw. I want to know. Can you please tell me what the heck is a rickshaw? さっきから携帯を誰にかけている？Oh, it's not this display we're planning. Yosh, 足並み揃えるぜ。まったく、人使いの荒いやつだぜ。まあ、直江の頼みなら仕方ねえよ。何をしている？ Make a homemade bridge. Ooh. 入ります。滑走飛び。船で疑似の橋を架けたというのか。嘘をつけ。あらかじめ巡るコースを知っていたな。出なければこのような大掛かりな策を打てまい。He was not lucky at all. いきなり何を嫌がるバカ野郎。Why the hell does it say damn it every time?ているが教えるわけがねえ。そんな汚い裏取引できるかバキャラ。だいたい俺が色紙なんてもらったらあからさまに俺が加担したってバレるだろ。果てたバカ野郎だな。そんなやり方男じゃねえだろ。大人をなめるな。お前に心配されるほどじゃねえ。Yes. なんだってバカ野郎。な、チェックポイント分かってるじゃねえか。なんてこったバカ野郎どもが。からずる賢いバカ野郎だぜ。仕方ない。泣ける決断だが話してやる。
見事な策だが、それでも勝つのは我なのだ。Wait, 我は常に勝利する星のもとにいると言った。But you will not get a dog out. 後ろ向いてみろ。何を立ち止まって、後ろ、あ、どうしたんです、ギャI knew this would happen. Reiko, cast off! Whoa, that's some sexy swimwear. Nanika capsule o nanda? Doping? Yameru na yo, kono nusume! ヤマトよ、お前の小細工、圧倒的な力で粉砕する。こういう時、敗れたことはないのだ、王者ゆえにだ。最後の大勝負。 This is very interesting. どっちが勝つかしらね、お姉様。私が思う通りだとすると、アズミが優勝だろう。 99.9999% の確率で。よし、ラストスタート。さあ、どちらがこのゴールテープを切るのか、わしが責任を持ってジャッジしてやろう。そちらの真由美幸恵も疲労しているだろう。うわあ、あとはより視線を多くくぐったか。精神力の問題だ。我は安住を信じているぞ。行け、安住。よくやったぞ、アズミ。ナオエヤマト、これが持って生まれた黄金律の差だ。お疲れ様。これより表彰式に入る。それにしても愉快だ。最後は根性論だ。まあ勝てばよしだ。それでは3位の受賞。何がおかしい、ヤマ。
I won the war. やば。負け惜しみは男を下げるぞ。だから何だというの？それでは、2位の受賞。はい。特上の結果を出した者にはツツジ氏のサイン色紙3枚セットをプレゼント。はははははなんだと。それでは、いよいよ1位の受賞。 Oh my god。サプライズだ。最上の結果を出した者には、あ、私の胸像をプレゼントする。はっ、そのような者いるか、たわけめが。私の大会でサプライズなぞ。私の取り分は1枚なんです。そんなことは知らぬのじゃ。3枚よこせ。そんなというふうにじゃ。図に乗る輩もいるから気をつけるのじゃ。その色紙いらんぞ。まゆず、施しを受けている気分なのじゃ。配慮が足りませんでした。しかもこなたが年上なのじゃぞ。すみません。お前は珍しい人間じゃな。何がですか？
コナタに勝った場合はコナタを笑うのに、お前は笑いもせんどころか話しかけてきている。本人変なやつなのじゃ。あの、私そのお話がありまして。お前何の話か知らんが、コナタの精神状態を考えると今でない方が得策だと思わんのか。なるほど、確かに。もうよい。なんじゃ一体。前の続きなんですけど、私は石川さんとお友達になりたいんです。でも条件として風間ファミリーを抜けることはできません。やはりこれでは友達は無理でしょうか。そんなことも言ったな。お前、あれはその場限りの勢いでもあるから、そこまで気にせんでよいのじゃぞ。え、そうだったんですか。なんだか面白いやつじゃ。よかろう、今度は無条件で友達じゃ。ありがとうございます。嬉しいか。そうかそうか、苦しゅうないのじゃ。で、友達と言ってもまず何を。連絡先をよろしいでしょうか。おお、なるほどな。赤外線を。なんじゃそれ。いいだこれ。クラスの友達とかとやりとりは私はいませんでしたけど。ああそれな。赤外線わかっておるぞ。こうしてこうじゃ。あ、そうです、ありがとうございます。我ながら天才なのじゃ。ノリでわかった。牛川さんともお友達になれましたよ。やったね、マヨッチ。そうか、そうか。Slowly, I'm starting to conform. I'm starting to adapt to the Japanese language. But it's only a small step. また一人友達が増えたわけだ。はい。It's one small step. このまま増やしていけ。I don't want to learn their language. I want to learn their how to read their words. I want to read the words, and I want to write the words. いろいろあるかもしれないが、頑張れ。はい、ありがとうございます。ところで、玉川の発想飛びは見事だったぞ。あれが実力のすべてではあるの。私はそろそろ見たいな、全力の眉毛。She's trying to get a word. いつでも相手するぞ、この私がな。I knew this was gonna happen. その時が来たの。あれは戦が起こる前兆とされているホラガイグモ。何かが。Alright, I'm gonna stop it right here. My computer is starting to lag a lot, so I'm gonna try to fix it. And I'll see you again. Have a nice day and stay strong. Do not get lazy. Study if you're still in school.I gotta study right now. I'm a study fanatic. And then training, a little training fanatic. You know, I don't do that much exercise, but I do what I do. And, feeling on to his business, but I have learned a lot of things. Economics.School is but a stepping stone for your dreams.
School is the first step. Work is the second step. You gotta gain experience before you can realize your dreams. The more experience you have, the better able equipped you are for other things. But you also gotta be flexible. If you're not flexible, you can't make it in this world. Just telling ya, you gotta be flexible. And you must not act dumb. No matter how much you want to act dumb, you must put aside your personal pride. You must think of what's practical. Making people think that you're an idiot or that you're very smart. Although making yourself look very dumb may put them off guard, and they will, and then when you do good, they're going, "Whoa, what happened?" Like, you got hidden talent, man. They say strong people can hide their powers. That's for smartness and dumbness. You may act smart, but you can be dumb in some fields. No matter how smart you are, you're always dumb in something. You could be dumb in life skills, you could be dumb in anything. Anything you don't know, you're dumb in it. And it's your job as a person, if you want to seek that knowledge out and don't become and make that your strength and it becomes a part of you. That's why I like school, because you can make information a part of you. Alright, I gotta stop rambling, and I hope you have a good day.